声をかけて捕まえちゃったの。そして美しい。やめろ。さあ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 、引っかかった引っかかった。はい、はい、はい。さてどんな間抜けかな。盗難車両に二人乗り、捕まったら最後だ。やってるか。来た。しっかり捕まってろ。甘い甘いわ。今だ。え、バカな。マイカさん、そんなことないですよ。私はマイカさんのその目が大好きです。え、それにマイカさんは黒髪ですし、黒髪ロングでーセーラースでー大好きでーす。え、じゃあ署までおとなしくしててね。変なことをされなかった？アイスコーヒーお待たせでゲソ。あ、ありがとう。こういうやよすみません。でも安心してください。ただのイカスミです。イカスミを吐き出すことに安心の要素はないです。署までご同行願います。え、嫌でゲソ。私は何も悪いことしてないでゲソ。話は署で詳しく聞きますから。警察だ。もっと嫌いで、ヤクのくせにバレているって詐欺ですよ。大変。あ、ゆうたくん、危ないよ。密封さ。いい加減にしないと怒りますよ。叱ってくださいますの。じゃあ、あなたもご主人様ですのね。ご主人様？お願いですから、これ以上煩わせないでください。ご主人様、準備できましたの。思いっきり攻めてください、ご主人様。え、シャワー中に呼ぶなよ、もう。何黙ってるんだ。言いにくい質問なのか。もしかして一緒にお風呂に入りたかったのかな。もしもし、警察ですか。え、ちょ、何、ちょ、何。おい、おら、おら、てめえ、おら、いい加減に、おら、おら。怖え。そいつらを話してもらおうか。だからお前の服をくれないか。半裸の変態が着ているものをよこせと迫ってきていて。服をくれなかったら俺とお前が一緒に暮らしていることを言いふらす。わかった。お、脱ぐ、脱ぐから。ちょい待った、そのセリフって旗から見るとすっげえ犯罪集が。そんな見逃せないじゃない。警察、助けてください。あ、ダメ、愛車。もしもし、今お主の大事な人が目の前にいるであろう。返してほしくば金を用意するであろう。まさか、声を聞かせろ。パプーパプパプは、貴様、娘を誤解であろう。羊になるまで殴る。
おや、タイヤーン、ファイオン、ファイオン、ファイオン、タイヤーン、ファイオン、ファイオン、ファイオン、暴れないの、ジタバタしないで。もしもし、警察ですか。ってわけで先に寝ててくれ。わかった。あんたもほどほどにしなさいよ。付き合ってくれてサンキューな。すいません、お警察の者ですが、気功に走る男女がいるとの通報がありまして。逃がしません。先行戦。うるさい。もしもし、警察ですか。今小さい女の子が襲われてて。ジョブ、みんな聞いてくれ。これより私たちは交番を通過する。避けては通れない道だ。ここは私がおとりになる。だから待ってて。ふんぐはんちゃーん。隠密どこ行った。いやん。残りがあっち行ったぞ。お前も消えろ。遅くなりました。キー君が遅いなんて珍しい。あ、みなつ警察に。わかった。まず話を聞け。お話が、ですね、その、なんで、警察呼べ。俺はこういう生き物が好きなんだ。新しくんが女の子触ってきた。警察、違いますよ、迷子。忘れてた。まずい。今日は絶対でやろう。動くな。動けば撃つ。やれ。稲葉さん、落ち着いて。はるか。今はそんなこと気にしてられる状況じゃないよね。なんとしても花ちゃんのあの姿をカメラに収めねば。バレないようにこっそり撮る。違う。一緒に来ていただけますか。お話は署で聞きますので。迷子か。お兄ちゃんがママを探してやるから、もう泣くな。くたばれ、ノリゴ変質者。僕は一緒に母親を探そうとしてただけだ。え、もう、わかった、わかりました。さあ、は、いいから蹴って、これで終わりこでしょ。いたか。ああ、ちょっと君、何やってんの。変な奴もいなさそうだ。変な人、な、警察に電話。あれ、うさくん、小学校好きなの。誰かと君たち、小学校を覗いてる変な男がいるって通報があったんだけど。こんな穴見つけちゃったら突っ込まざるを得ないでしょう。やっぱりあなた変ですね。ちょっと派出所まで来てください。犯人はこの中にいます。なんですって。違う。マリネちゃんのエレメントを盗んだ犯人はおそらく熱心なマリネちゃんのファン、つまりあなたです、カズミちゃん。カズミちゃん、なんてこと。すべて話しましょう。恥ずかしいことも全部。